皆さん、こんにちは。オールドビスキー博士です。今日は入試問題を一瞬にして解いていきましょう。では、この問題に挑戦してまいりましょう。シルルちゃん、読んでください。はーい、読みます。図のように、一辺の長さが3センチの正方形の辺を、それぞれ3等分した点をすべて通る円があります。この円の面積は何平方センチメートルですか？デモン君、どうですか？円が正方形からはみ出てるじゃないですか。初めて見た問題だ。シルルちゃん、どうですか？本番でいきなりこのような初見の問題に出くわしたら、それだけでもう焦ってしまいそうです。では、一瞬にして解いてまいりましょう。10×4分の3.14=7.85。おしまいです。デボン君、どうですか？もう解けちゃったんですか？シルルちゃん、どうですか？すごいですね。でも、3.14 はわかるんですけど、10と4はどこから出てきたんですか？教えてください。では、説明してまいります。対角線を引きます。4センチ、5センチに延長いたします。そして、正方形を作りましょう。デボン君、どうですか？なるほど。その正方形の中に円がすっぽり入るんですね。シルルちゃん、どうですか？なんとなく分かってきました。その正方形の面積は、4センチ×4センチの正方形から直角三角形を4つ引けばいいんですね。では、正方形の面積はいくつになりますか？シルルちゃん。はーい。正方形の面積は、4センチ×4センチ引く1センチ×3センチ割る2×4個イコール16-6=10平方センチメートルとなります。そして今日はこの裏技を覚えてください。特に3番目です。デボン君。はーい。小正方形対小円対大正方形対大円イコール2:3.14:4:6.28 です。これを覚えておくと一瞬で解けるぞ。それでは、シルルちゃん。はーい。円対斜め正方形イコール3.14:4なので、円対10平方センチメートルイコール3.14:4。円イコール10平方センチメートルかける3.14割る4イコール7.85平方センチメートルと求まるんですね。デボン君。なるほど。だから10かける4分の 3.14 と一瞬で求まるんですね。皆さん、いかがでしたか？これが一瞬で解く裏技の秘訣です。